はい、今回はポップタルトのチェリー味を食べてみたいと思います。じゃあ割ってみます。中はこんな感じです。はい。ブルーベリーの時と同じような感じですね。じゃあ食べてみます。これは結構チェリーの癖が強いですね。あ、でも美味しい。あ、チェリー苦手な人にはダメかな。私はチリ好きなので、大丈夫です。はい。この上のピンクは何だろう、チョコレートかな。ということで、今回はポップタルトのチリー味を食べてみました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。